ごめんなさい。すいません。すいません、いや、わかんないの。お酒はぬるめの勘がいい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 。おい、お客さん、飲んでたね。全部口だったからさ。お酒はぬるめの。え、どうも。ああもう。おい、キャサリンは俺の女だ。No、キャサリンは俺の女だ。バカを言うんじゃない。お前がバカを言ってる。What？ その後もタイガーにしろ。お前はその鼻なんとかしろ、バカタイガー。だからサーマだ。よし。これで勝負つけよう。ノーズ。たま一発だ。いいか。どうしたの？ごめんね。早く知ってくれ。たま一発だ。ロシアンルーレット。行くぞ。順番はどうやって決める？銃口が向いた方が先に撃つ。分かったか？オッケー。わかったか？わかった。この勝負はまたにしよう。オーケー。オーマイガー。
は俺の女だ。なお、キャサリンは俺の。何バカ言ってるか。キャサリンは俺の女だ。お前がバカ言ってる。ジャガーシー、ジャガーシー、ジャガーシー。よし、勝負つけよう。ノーザムタワーだ。シェケのベイビーな。オーケーな、ベイビーな。歩いて散歩な、ベイビーな。オーケーね。1、2、3。くい、あたた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 たこんにゃろ。こんにゃろ。なんだ、なんだこれ。これか。俺はここにやるよ。なんかやろう、だけだよ。俺前に登ってるわ、俺。俺やろどうもね、しょうあっやろお前どうだったやろこれであっち立ち見たこにやろあんたあんたやろあれ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 キレは最低やロロロロあったいいねお前がもう一回この日を終わんとけだな終わんとけどうしよう痛い二人ともやめてキャサリンから手を引け今すぐに今すぐに今すぐにお前が引け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 よし勝負しようなぜもチャカルだ三歩歩いてな行くぞ OK やめてよ1、2、3大丈夫かこやめてThank you Thank you 雪見大福待ってくださいもう待てねえっつってんだろそんなこと言わねえで頼むから頼むから待ってくれあんたもよ往生際が悪い人だなもうこれ以上待てねえっつってんだあそうですかわかりましたわかりましたよじゃあ追ってみちゃあれ俺を俺行くあら兄貴ちょっといやちょっとこれ待ってくんねえか待てねえよおい持ってくんが何やんだ服が2枚に槍が1枚ですあじゃあ頼むよこれ待ってくれよこれ待てねえんだよあれあんたも大助け悪いにちょっと待ってね待てねえ何かちゃんおいどうしようってんだ どうしようってんだはい開いた
はい。何すんだろうこの男は。あ、痛い痛い痛い。はい。ティーの野郎。刺した。この。この野郎。痛い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 。あだ。なんつうことさらさこの野郎。死ねえ。一緒にこう一日のあったことを話をしてた、うん、それが家族ってもんだろう。ダメだよお前。だって話すことなんかねえもん。だってじゃない。じゃあ次反省とかいろいろこう喋るんだよ。会話をして夫婦とあとあの親子で。でも何にもなってねえと寂しくねえかい。じゃあ母さんあの音楽なんだ、はいはいはい、いい音楽を聴いて、はい、食事をして会話をする。これが家族なんだよ、はい、な。母さんが死んでから3年か。あまりにも長すぎたな。じゃあ順に不足を。おい母さん、はい、飯食うにこんな寂しくはどうすんだよ。もっと取んねえよこれ。じゃあ泣いてどうすんだよ。そうよね。楽しくなる、楽しい雰囲気を作るんだから。そうよね。分かった。ちょっと待ってね。これならどうかしら。うん。ほら。分かるからいいよ。あ、今日な。首で疲れてしょうがないだろお前。楽しいことは楽しいけど、もっと食事するんだから分かるだろう。そうよね。違うの違うのやばいよ。いいか、家族って言うのはな、家族って言うのはよ、イエいいな。おい楽しかったでしょ。楽しいことは楽しいんだけどね。あ、食いづらいだろ。
もう少し落ち着いた感じで。もっと厳かだよね。うん、落ち着いた感じの方をかけてくれよ、お前。頼むよ。分かった。そう、そうよね。じゃ、母さんも待ってる。家族どうするんだお前。いやでも大阪かなと思って。これはどれ。はい、横浜が染まる母ちゃん。今会わないな。会わないよな。テレビ作ろう。でしょ。だから最初から言ってんじゃない。なんか歌番組やってんだろ。一番無難なんだから。テレビが何てことだろう。これね、涙の太陽。振りが振りがいいじゃないか。分かるでしょ。父さん覚えるんだこれは。国にお母さんがいるんだろう。ん、そんな手にはならねえよ。お前のこんな姿を見たらな、母さん泣くぞ。まあいい、これを聞け。Thank you.
ないかしらね。あ、飲みでも行く？お金持ってんの？500円。しけたよね、あんたは。あんたは300円かな。飲み行けないよ、そいつは。ダメよ。健康いくら持ってんのよ。私持ってるわけないでしょ。なめんじゃないわよ。なんかないの、お仕事さ。ああ、何見てんだよ。冗談じゃないわよね。ちょっと姉ちゃんさ、お金貸してくんない？お金貸してくんない？お金なんて、ねえ、ちょっと貸してくださいよ。あんたもほら、あんた持ってないのね。あら、これは何じゃ、これは何、あら、持ってんじゃないの。預かってもらう、帰ってよ。やちょっと返してやがせよ。どこへ行く、帰んなよ、早く帰ろ。あったな。5000円あった。3000円、飲み行こうかしら、ね、行こう行こう。あ、せっこね、せっこ。これお前たち何してんだ。パスタでしょ。だよ、どけってことはないだろう。お前たちは私たちの教え子なんだよ。え、つまらんことで道を誤ってほしくないんだ。私は関係ないんだよ。行こう行こう行こう。待て、しむら。なんだよ、言うこと聞け。さやよ、待てって。触んないでよ、触んないでよ。加減にしろ、手なこの野郎。何のかこの野郎。志村、何のかよ、怒ったぞ私は。野郎、おい、お前ら喧嘩はやめろよ。いらっしゃい、木村です。まあいいから俺の話を聞け。おい教師、お前ら喧嘩をするときはな、先にどんどん攻めろ。先制攻撃なんてな。それからな、スケバン、お前らもな、よく聞け。お前ら勉強もしないでうだうだしやがって、なんか趣味を持った方がいいんじゃないのか。そうだ、将棋でもやれ。スケバン飛ぶよ将棋の駒になんてな。それから教師、お前の気持ちもわかるよ。こんな奴ら相手にしてるんだからな。だけどな、こんな奴らの意見も聞いてな、小さなことからコツコツと頑張れよ、西川教師なんてな。それからな、ズベコ。ズベコ、ズベコ、お前らなんだその赤い髪の毛は。青い港、ズズベ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 コ。髪が赤いなんてな。おい、ちょっと来てみろ。お前ちょっとこっち向いてみろ。平塚の七夕様か、お前は。さあ、困ったぞ。そうだ、そこで問題です。いいか、芸能界でな、一番勉強ができる芸能人は誰だか分かるか。お前ら本当にバカだな。月のや勉強なんてな。テレビを見てる良い子のみんな。勉強したか、宿題やったか、風邪ひくなよ、歯磨けよ。それじゃな、俺は兄貴が待ってるからよ、ここいらで帰るわ。じゃあな、あばよ。
あ、定期じゃん。本当だ、困ってるだろうね、私たちと。ねえ。あ、これ、よかった。どうもすいません、落としちゃって。電話番号入ってんだ、大事だ。よかったね。いや、あなた、なんでやだもん。やだ、なんで。これ私の。あら、なんだ、あったの探しちゃってさ、もう歩きづれと思ってさ。ほら、ありがとう。探しちゃったのよ。どうもありがとうね。あ、あ、兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん。すいません。あの、よかったら一緒にお茶でも飲み。いや、ねえ、本当に変な人。あら、これ何？それ。あ、え、今ここに落ちて。一個なくて困ってたんですよ。肩筋でバランスが悪くて。よかった。ああ、治った。どうもありがとうございました。一緒に一度命を懸けてやらなきゃならない時が、たとえ親を捨て家族を捨てることになろうとも体を張らなきゃならない時があるんだ。下痢と人情を計りにかけるよ。下痢が重たい男の世界、ためないでくれ。所詮俺らヤクザの生き方しかできねえ男よ。おい、じゃあ薄くすればな、症状この野郎。だってお魚怖いんだもの。捨てよ。お願いします。はいよ。ほら生きてる。ほら生きがいいんだよ。早く仕事しろよ、バカ野郎。ほら前はうん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 。意外と
大丈夫だって。大丈夫だ。
はい。はい。好きです。僕も。騒ぎやがるんで。おーおーおお、走ろの。てめえの命はもらったぜ。てめえのみたいな才したうちの先生がたたっ切ってくれる。先生、先生。何をガタガタ騒ぎやがるんで。おお、わしろの、てめえの命はもらったぜ。何をしゃらくせえこと言ってやがるんで。てめえらみてえな算したな。うちの先生が叩き言ってくれる。先生、先生。はいはい。よし、取るよ。田代くん。はい。石野くん。はい。松本くん。はい。伊藤くん。はい。吉岡くん。休みか。よ、あ？何でそんなこう。の、お？これはもしかするとあれがダフンダの雰囲気か？なあ、これじゃ引っ込みつかねえな。悪かったっけね。だ、踏んだで踏んだの踏んだ。伊勢神明出席を取ります。青木君、山沢君、藤江君、戸上君、林君、中島君、君たちはなんでそうやって返事ができないのかな？あ？返事ぐらいしてもいいと思うがね。分かった。分かった。私が教室を間違えた。ごめん。Yeah.
るいたずらはもう古いやね。本を載せましたよ。これ教科書は大事にしてくださいね。これはい、載せましたから。これは読めなかったよね。ここに座ってんのかおめえ。ここ座るとこか。これがどうなんだろう。1時間目の授業は算数だ。いくぞ、答えろよ。5+3。任せろ。5+3だよ。昨日やったろ、昨日。1繰り上がって。あんねんだよ。あの、ちょっと分かんねえときはな、体で覚えんだな、こやつはな。勘弁してください。5+3。勘弁。ところが原始時代では、ため息の合えるようなあなたの口づけに甘い恋を夢する乙女心よ。おもてほらね、お母さん復活してすき焼きにしたの。わーい。じゃあとりあえず一杯もらおうか。どうもご苦労様です。じゃあ母さん火つけてくれ、はい。現代の人々は簡単に火を起こすことができる。ところが原始時代では火を起こすことは大変な仕事だった。全然剥がないんです、こいつら。黙っとるんじゃないのか。すいません。おら、こら、吐けよ。おら、誰なんだよ。あの手行く。よし。おい、
ては使いたくなかったんだ。どうすんすか。それやめろ。おい吐きな。おい、どこまで頑張れるかな。やっちゃいな。無線機だよ無線機。いやさ、すごいね。もしもし、ま、おい、これ小学期だな、小学期。俺ってのは無線機。ああ、無線機。ルックルックルック。無線機。いやさ、いやさ。これはベンチ。これベンチだよおめえ、はい、これでどうやって味方呼ぶんだよおめえよ、はい、無線機はありません。はい、それ言うてやろう。しょうもねえ、困ったな。突っ込むぞ。はい、イエスだ。突っ込め。あ、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 俺を突っ込んでどうすんだ。違うって。あんなめや、いいか。じゃあ俺はな、敵の後ろもあるからな、はい、お前援護しろよ。イエサ、いいか。はい、行くぞ。イエサ、やろう。ブラボーブラボーブラ。お前言葉は分かんねえな。お前
援護しろっつったろ、お前援護しろって。援護ですか。後ろから撃つんだよ。あ、はい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 。帰ろう。はいはい。いいか。出た。行こう。出た。よし。やろう。俺を撃ってどうすんだよ、バカ野郎。後ろから撃てって。俺を撃って。マーロン。俺はもうダメだ。死んじゃったよ。ムーギー倒した。ちょろちょろしやがった、ほら。誰に頼まれたんだ。ほら、かまごだね。やっちまった。たった一人を相手に何人もが寄ってたかって長いもん振りまして、ちょっとやり方が汚いんじゃないのかい。いやだれてめえは。夏木組のお嬢とでも名乗っておこうか。女の手に負けじゃねえ。やっちまえ、おい。ヘッドリア。お前たち、小上組の連中だね。うちの組の島星さんに随分アコギな真似をしてくれてるそうじゃないか。だけどね、お前たちに島を渡すわけにはいかないのよ。ヤクザにはヤクザの筋ってものがあるだろう。義理も人情もないヤクザ、このお嬢さんが許すわけにいかないんだよ。さあ、どっからでも体張ってかかっておいで。全部使っちゃいやがった。なんだこの野郎、やつめ。ダメじゃねえぞこの野郎。バカ野郎。おすめ雑貨でも死にたいわ私。どうせいい